ハッピーメリーバレンタイン。ハッピーメリーバレンタイン。はい。ということで、ニヤリ愛の小劇場。先輩、私先輩のことをずっとすき焼き腹減ってんじゃんそれ。ハッピーメリーバレンタイン、ニヤリでございます。はい、世の中の男性諸君、はい、そんなに気張らないように、ね、平常心を忘れずにこのバレンタインを乗り越えてもらいたいと思うんですけれども、そんなことよりも大事なネタがやってまいりました。言います。2005年度期待のサラベット、宮城くん初のセカンドシングル、フリーダムファイター、ゴールデンウィーク真っ只中の5月4日に発売決定。レッスンは少人数制で行っております。はい、すいませんね、お待たせしました。ゴールデンウィーク真っ只中の5月4日に発売いたします。曲自体はですね、去年の11月頃かな、ずっとあったんですけれども、まあ、俗に言う大人の事情で遅くなっちゃってね、本当にね、悪いなと思うんですけれども、まあ、そもそもこの曲自体がね、自由ね、自由を歌ってる歌なんですけれども、不自由の中にある自由っていうのね、そういうものにこう、フォーカスを当てて、フィーチャーして、歌った歌なんですよ。で、実際、まあ、さっき言った、大人の事情とかでね、いろんな人生ね、問題、障害、悩み、壁、たくさんあるけれども、そういうものを逆に糧にして、いかに進んでいけるか、まあ、ずっと言ってることではあるんですけども、本当に自分自身が今、揺らぐことなく、ぶれることなく、言える、そこにやっぱり、確固たる意志、そういうものが大事なんじゃないかな。そしてそういうものをこの曲には詰めてみました。受け取ってください的な感じです。バレンタインでチョコレートじゃなくプロテインください。宮城でした。バイバイ。